アバイチャラナラビンダワクティベイダンタスワミプラブパーダはクリシュナ意識国際協会の創設者。この団体ではシリーラプラブパーダと呼ばれる。インドのカルカッタに生まれる。出生時の名前はアバイチャランデー。カルカッタにあるスコットランド協会大学を卒業後製薬会社で働いた。1922年にサナータナダルマ永遠の法。 あらゆる宗教を包含していることを意味するの教師となる、バクティシッタアンタ、サラスバティータークルと出会い、チャイタンニャの流れから来るゴーディアバイシュナは、クリシュナ意識に近づく。チャイタンニャは、後のプラブパーダの著作でも称えられる、カリユガキに現れた、クリシュナの化身である。1925年にはクリシュナが生まれたとされる聖地、ブリンダーバンに巡礼。 1932年にバクティシュターンタの弟子となった、プラブパーダは、グルからュ、クリシュナ・チャイタンニアの教えを西洋に広めよと、またその経典すべてを英語で記す必要があると、命じられた。バクティシュターンタはこれをどんな犠牲を乗り越えてでも、人生をかけて行うべきであると説いた。この時、プラブパーダはグルを通じてクリシュナが使命を与えたと、確信した。 1944年から英語の学習習慣誌バックトゥゴッドヘッドを刊行し、1950年に結婚生活を止めてバーナプラスたし、その6年後に聖地ブリンダーバンに向かい現地の寺院で経典の英語での翻訳と解説執筆に専念する。この時に西洋への布教方法についても検討を重ねた。出版物には書かれていないが、 最初に訪れて布教しようと考えていたのは日本であり、さらに日本で布教するなら100%成功するとも考えていたと自家弟子たちは法話の中で語っている。クリシュナ意識国際協会の創立資金はなく、講演者は見つからなかったものの、ある船会社のオーナーの善意により無料でアメリカ合衆国に行くことができた。この時69歳であった。 ニューヨークに到着したプラブパーダは、やがて、イーストビレッジにて、若者を対象に布教を開始する。プラブパーダは、新しい人生のスタイルを求める彼らにこそ、クリシュナ意識を伝えるべきと考えた。1966年の春に、小さな寺院を開いた。彼らは後に、ヒッピーと呼ばれるタイプの人々であった。その看板には、クリシュナ意識国際協会と書かれ、 同年7月には、免税宗教法人として認められた。夏頃になると、旧来のアメリカの価値観に変わるものを求める、何千人もの若者が、イーストビレッジに集まっていた。プラブパーダは、クリシュナの誕生日とされる9月8日に11人の弟子の入門式を執り行った。ヒッピーとの連動11人の最初の弟子の一人は、サンフランシスコに渡り、ハイトアシュベリーに、 寺院用の部屋を借りた。この寺院を訪れてほしいと弟子に頼まれたプラブパーダは1967年1月にサンフランシスコを訪れた。1967年1月29日、マントラロックコンサートに参加した。グレートフルデッド、モビーグレープ、ジェファーソンエアプレーンといった顔ぶれの中、プラブパーダはコンサートそのものの中心に据えられていた。 このコンサートは彼に浸水していたアレン・ギンズバーグのアイデアによるものだった。クリシュナ意識国際協会でも唱えられる賛美の言葉、ハレー・クリシュナはサンフランシスコでのヒッピー全体に行き渡り共通の特徴と言えるまでに普及した。さらなる世界進出2ヶ月半後、ニューヨークに戻ったプラブパーダは心臓に痛みを感じた。彼は一人のアメリカ人弟子を伴い、 インドのブリンダーバムに一時帰国した。この時すでにニューヨークとサンフランシスコに寺院が立ち、モントリオールやロサンゼルスでの開設も控えていた。異国での布教を成功させたプラブパーダはインドでの名声も高めることになった。1968年にアメリカに戻ったプラブパーダは経典の翻訳作業に加え、弟子たちの育成に励んだ。弟子たちは世界各地にわたり、 そこに寺院を設けた。プラブパーダも寺院のある場所を訪れるよう心がけた。1969年9月にロンドンを訪れた際にはインド風の服装をしたクリシュナ意識国際協会メンバーの姿と合わせて話題となりマスコミでも大きく取り上げられた。プラブパーダは12月にアメリカに戻った。わずか3ヶ月の滞在ながら反響は大きく、 ヨーロッパの人々にも影響を与えた。ボストンの寺院が開かれた後、ロサンゼルスにも寺院が立った。ロサンゼルス寺院はクリシュナ意識国際協会が土地も所有する初めての寺院であった。デボティスが共同生活するコミュニティもここに建てられ、ロサンゼルス寺院はクリシュナ意識国際協会の本部となった。この本部を拠点に世界各地に寺院が建てられた。 死去まで1971年11月に、プラブパーダは、祖国インドに寺院を建てる計画を実行した。チャイタンニアの記事である、マヤプール、プラブパーダが堕落しているとみなした、ボンベエ、そしてブリンダー版の3カ所である。大勢の弟子を引き連れての帰国は、好意的な反響だけでなく、プラブパーダが連れた、異国人への警戒心も招いた。これに対し彼は、クリシュナは、 一宗教、一国家のためのものではなく、普遍的なものである胸を説いた。結果的に、寺院建設は成功した。寺院の落成式には、インド政府からの代表も参加した。1977年には、クリシュナ意識国際協会の子供とそうでない子供も、一緒に学ぶ学校も建てられた。それからすぐ後、プラブパーダは81年の生涯を閉じた。 バガバトギーターを中心としたゴーディア・バイシュナバの指定継承による弟子の育成、神の知識を与えるものである。クリシュナが最高人格主身であることを認め、グルを通してバクティを捧げ、クリシュナ意識になることを説く。クリシュナ意識とは、神と自分の関係を知る、自分は何のために生きているのかを知ることである。神が太陽であるとするならば、人間や他の生物たちは、 太陽光線に例えられる。神も生物の魂も質は同じだが大きさが違うということである。感覚的、物質的な満足は楽しんだり苦しんだりといったことが続くだけで人間としての向上はない。道徳を向上させるだけであっても宗教儀式を行うだけであっても十分ではない。本当の幸福を得るためにはクリシュナを愛するほかないとしている。ただし、 クリシュナを愛するということには、ハレークリシュナマハーマントラを唱え、四つの戒立を行うことを継続することが条件であり、それが意識の向上につながるとしている。デボティスは、菜食主義ではなく、クリシュナンであると言っている。無論にアヒンサーの精神から食べるために動物を殺すことに、極めて否定的であるのだが、クリシュナが食べるものをお下がりとして食べるのであるという。 神は、そもそも太古から人間が動物を食べるように想像していないという。野菜にも命はあるという反論者に対して、人間は最小限食べるものが必要であり、だからこそバガバットギーターに書かれてある通り、神が許可する食物を調理して捧げてから食事をするのであるという答えである。バガバットギーターを五千年前に書かれたものとし、ベーラや他、ブラフマサンヒター。 ナーラダ・バクティ・スートラ東京典を歴史的事実とするものである。キリスト教、イスラム教といった多宗教の価値も認めている。ただし、宗教は神の法律であり、神への愛を捧げることとする定義から外れるなら認めることはない。また、無神論者である科学者には容赦がない。プラブ・パーダは進化論を否定し、チャールズ・ダーウィーンを聖典。 シュリーマドバーガバタムで愚か者と書いている。日本語訳が刊行されたものいずれもバクティベー団た文庫社からの刊行物である。ありがとうございます。